ハロー YouTube。 今日はね、花屋龍馬さんの動画を見て、ああこれいいなと思いましたね。若者こそ YouTube だろうってことですよね。花屋龍馬さんが分析されてたのは、まあいわゆるね、おじさんの年齢、私もそうですけどもね、50代前後の方はもう20代の方と比べて、生きてる、ね、経験年数も多いし、感じたこともいろいろあるし、出会いもいっぱいあっただろう。そこに人生という資産、時間という資産ではかなわないから、 YouTube をぶっ込んでいこうぜってことなんですよ。そうなんですよね。で、50代の人が YouTube、 50代の人ですら YouTube やってるわけですよ、ね、ネットをなんだこれ、スマホなんだこれはと言いながらやるわけですよ。やらない人もいますけどもね。でもこの50代の方が果敢にも新しいテクノロジーに挑戦しようとしている中で、今を生きる20代が新しいテクノロジーに挑戦しないと、これはもったいないんじゃないかと私も思いますね。ですがね、今回はね、逆にですよ、40代50代の人にメッセージを送ります。年を取って40代になった、50代になった、持ってたら60代になった、 YouTube やらずに他に打つ手あるんですかってことをね、私も言いたい。だからね、おじさんこそ YouTube だろうと、まあ言ったらね、おばさんこそかもしれませんけどもね、まあ40代とか50代まだおばさんではないと思いますけど、若いと思いますけどもね。まあでもね、本当にね、あの、自分にはもう打つ手がないと思うような年齢、もうなんか突破できないのかとかね、もしかしたら職業訓練を受けている方もいると思いますし、自己破産をした40代50代もいるかもしれませんけども、そういう人こそ YouTube ですよ。いいですか、自己破産をした経験を YouTube で話すと。自己破産をしたらどんな目に遭うのか、どういうふうな調停手続きがあるのか、どういうふうな裁判所とか弁護士さんとの付き合いがあるのか、そして自己破産からどのような暮らしを送って、どういうふうに復活していこうとしているのかというストーリーは、これからね、同じような境遇に悩む人にものすごく勇気とか共感を与えると思うんですよ。そうなんですよ、いいことばっかりを見たいわけじゃないんですよ。悪い状況のことも人はね、見たいんですよ。破産したらどうなるのかなとかね、離婚したらどうなるのかなとかね、喧嘩した後どういうふうに仲直りするんだとかね、いろいろあるわけですよ。交通事故を起こしましたと、ね、車を逮捕しましたと、どういうふうに明日から車の散乱しようかな、いろいろあるわけですよ。いいことも悪いこともね。はい、ではここからね、私の話します。私は40歳にインターネットを使い始めました。 YouTube もその頃から始めました。それまではですね、私はですね、10年間広島市中区本通り 8-24 レインボー丸輪ビルというところで、オープンリーチという個人店の麻雀屋をやってました。麻雀を10年近くやってたんですよ。麻雀屋をね、20代の男の子とかを雇って、でお客さんを集めて、で麻雀をやってました。毎日麻雀です。麻雀以外はやりません。パソコンなんてとんでもないです。で、エクセルもワードも全然とんでもないです。麻雀しかやらないんですよ。朝9時に起きて、で11時に出勤して、麻雀を24時までやって、お客さんとなんかお話ししながらね、麻雀をやったりとか、言ってみればレトルトのカレーを作ったりとか、そんな日々ですよ。パソコンのパの字もないですよ。インターネットのイの字もないです。その中で40までね、やってきた中で、いや、このままだったら店も赤字だし、将来ないし、で若い子がね、このまま麻雀に若い時間を消費させられたらもったいないんじゃないかなと。これ何をすればいいのかな。よし、なんかよくわかんないけど、インターネットを使ってみるかと。まずはパソコンを買うか。パソコンでどういう作業すればいいんだ。こうやってついてましたよ。こうやってキーボードをね、キーボードをこうやってやるわけですよ。で、苦手かもしれないけども、スマホちょっと持ってみようかなと思ってスマホも買いましたよね。 3GS ってやつを、そういうことをしながら、麻雀をしながら、24時に閉店して、25時まで掃除をして、26時に家に帰ってきて、パソコンをこうやるわけですよ。 YouTube を撮るわけですよ。アップロードの仕方もわからないですよね。タグ、サムネイル、なんだそりゃとかね、 SEO なんか頭痛いよ。そんなことはね、せずに、とりあえずひたすらやってきたわけですよ。そして今47歳です。どうなったでしょうか。40歳、こんなパソコン打ちの麻雀打ちがどうしたでしょうか。43歳の頃に、麻雀屋を閉店することを決めて、45歳に麻雀屋を完全に閉店しました。閉店するのにもね、いろいろとね、いるんですよ。時間とかコストとか、人にも話さないといけないですしね。まあ、その中でね、私が47歳、今、この瞬間47歳になりました、10月11日に。どうなったかというと、40歳では何もなかったもの、何もなかった、借金が3000万、3500万ぐらいあっただけです。他は何もありませんでした。47歳の今、一戸建てに住み、毎日24時間中24時間を好きな時間自由に過ごして、そして一日中 YouTube を見て、 YouTube のアップロードをして、それ以外はほとんど何もやってませんね。 YouTube だけなんですよ、私の人生を変えたのは。花屋龍馬さんが言わんとしてることはここにあるんですよ。40代50代でも YouTube だけで人生は変わります。全く借金のない暮らしね。それから多くの人とつながって47都道府県にお邪魔した、それもね、昨年のことですよ。で、ついでに FX も得意になりました。インターネットのおかげでね、すごいなと。今麻雀の間の字もやってないですよね。
だって7年前は麻雀屋やってたんですよ。で麻雀屋の閉店は2015年の7月19日ですよ。あれから3年4年経ったばかりでこんな人生があるわけですよ、うん、YouTube なんですよ。 YouTube 40代50代で打つ手がない人生変えたいと思うんだったら最後 YouTube にかけてみてはいかがかなと思います。もちろん YouTube ですぐにお金が稼げるみたいなね、そんなことを言うつもりもありませんし、この後この商材を買いましょうっていうね得意のパターンが出るわけではないです。 YouTube をやって自分のことを表現していくと自分が何者なのかっていうことが分かってきます。そして今度自分はね何をすればいいかってことが分かるわけなんですよ。で自分で分からなかったら視聴者さんが教えてくれます。本当に YouTube っていうのは世界中を教科書にできる最強のツールだと思いますね。花山山さん、我々ね40代50代ね中年親父さん、ね、中高年も若者に負けないためにこのインターネットってものを味方につけますよ。若者に負けないために YouTube を味方にします。今日はそんなメッセージでございました。それでは失礼します。